はい、こんにちは。横アンティメンズ支店ビアセナトの金子です。今回ご紹介いたしますのは、1996年三原康弘氏がスタートさせたブランド、メゾン三原康弘の財布についてご紹介いたします。革靴からスタートしたブランド、メゾン三原康弘、独特な革製品を手掛けてきています。その中でも大注目なのが、炙り出しレザーを使った革小物シリーズになります。炙り出しレザーとは、革の上からもう1枚薄い革を重ねて、間に入れたものの形を炙って浮き出させる技法です。中に入っているベルトやファスナーなどは本物を使用しているので、さらにリアルな感じが出ていますね。エイジングする前から当たりが出ていて、使い込んだ感じが色濃く出ていますね。ここからさらに育てていけば、問答無用の最強の経年劣化が楽しめるかと思います。中は小銭入れやカードホルダーなどバッチリついていて、機能的にも優れた財布になっています。芸術性が高く、シンプルすぎずに程よい個性とアクセントが表現されているので、ありきたりなベーシック系の財布じゃ物足りないと感じる感性の鋭いメンズにぴったりのアイテムです。さあ、新しい2020年に向け、気分も新たに三原康弘の財布はいかがでしょうか。こちらの商品はオフィシャルサイト、楽天ショップ、ヤフーショッピングからご注文可能でございます。お客様に合ったお買い物方法でご利用くださいませ。よろしくお願いいたします。